はいえー、読売新聞出産準備金新設へと10万円だそうですで現金じゃなくてしみったれたクーポンらしいですけどもセンスないよなセンスないわこれ本当に私いつもね番組で言ってますけどもとにかく1人生まれたらもう1000万やれと、まあ、別に上げ方はいろいろと工夫があってもいいと思いますよ まあ、例えば10年に分けてね、えー、毎月じゃない毎年100万ずつでもいいし。 なんなら政府発行紙幣でね、まあ、だから1年おきにね100万円ずつ10年間渡してそれぞれ1年間で使い切らないとね有効期限切れちゃうでも何でもいいんですよ、えーまあ、あとそれから国籍条項とかねそれ外国人がそれ目当てにガンガン入ってきてとかできないようにそういう、ねあのー、制度設計はすべきだと思いますけどまあまあ1人生まれたら1000万ぐらいやれよって話ですよパチンコに行ったらどうするいいじゃないですかパチンコだってどこだって。 もうとにかく子供のために使おうがだってちゃんとしたね,だってね学校だって無料なわけだし子供の医療だって補助があるわけだから別に子供のの、ね、子育てのこれまでの,、ね、あのものがなくなるわけじゃないわけですから、えー、いや別にそんなもんなくたって子供を育てられるわけですからねいや別に、えーね、旅行で使おうがいい使おうがパチンコでするわがどっちでもいいですわとにかくね使わせたらいいんです、えー、貯金されるよりよっぽどいいですわ金は天下の回り ですからそこでね、えー、使える場所限定のクーポンとかそういうつまんないこと言うなっつうんですよ、えー、出産しました10万円じゃあ夫婦でねお祝いで温泉旅行行こうでいいじゃないですか別に、えー、何が悪いんですか <laughs> はい まあとにかくですね、何、えー、だっていいです、もうそのためにクーポンとかそういうしみったらなことを言わずにもう現金でね、だーんと渡しゃいいんです、そんなものははい。あ、そうそうう。だから、じゃの道は蛇でね、誰か書いてる金券ショップとかなんかあるわけだから、まあ、でも本当に何回、ねえー、使おうと思ったらやる方法いくらでもあるんですよ、そうやって、ね、作り込めば作り込むほど経費がかかるんだからでも現金でバーンと渡してしまえばいいんです、はいえー、でですね, <laughs> あのね、まあ、出産準備金10万。 はいまあ、ないよりはいいですけども10万って逆になめてるのかって話ですよ。例えばねほら ね、結婚のお祝いって言うとどうでしょう友達だったら1万2万3万とこですか、えー、よほどね、あのーまああのー、縁の深い人だったらもうちょっとってことあるかもしれませんけどもじゃ結婚のお祝いって言ってね封筒に入れて開けてみたら100円とかだったら渡さない方がいいとかこいつ舐めてんのかって話あるじゃないですかいやまあ別に10万円ね、えーまあ、ないよりあった方がいいけどもはっきり言って舐めてんのかって話ですよでこんなんで何これね え、だってほら、政府は妊娠した女性を経済的に支援する。で、これ、いや、ね、あの、ご祝儀だったらいいですよ。出産のご祝儀10万だったら、まあまあ妥当ですよね。ええー。出産し、妊娠した女性を経済的に支援するって言って10万円だって、これ焼け石に水なんですよ、それは。ね、経済的に支援するんだったら、この額じゃないだろうって話ですよ。支援になんないんですよ、これ。 えこ、ー、れ、ご祝儀で10万だったら結構いいですよね。出産のご祝儀10万、結構なもんじゃないですか。ほら、出産のご祝儀ってね、もらうけど、10万って高い方ですよね。まあ、だいたい、まあ、1、2、3万ぐらいが多いのかな。はい。じゃ10万積んでくると、結構なもんじゃないですか。だからね、政府としてはね、えー、出産にね、ご祝儀を出すと。10万出すって言えば、おおって感じじゃないですか。ええー。えー、ご、 だったらこれセンスないのよ。衆議って言えばいいのよ。そうしたらすごい嬉しいでしょ。経済支援で10万って言うと馬鹿にしてんのかってなるわけよ。ねえ。経済支援言うんだったら1000万出しなさい。ほな、100万だってそんなあ、大して支援ないよりあった方がいいですよ。でもね、子供を産み育てるっていうことを考えたら100万なんて一瞬で消えるお金なんですよ。ねえ。やっぱ子育てお金かかるんですよね。 本当に経済支援する気があるんだったら1000万出せやって話ですよ。はい。私がいつも言ってますけども、1人目は1000万。2人目は2000万ですよ。はい。その段階で3000万ですよね。3人産むと、プラス3000万。そうすると6000万になりますよ。3人6000万だと、結構な金額になりますね。あ、多すぎませんよ、これ。3人の子供をね、えー、育てるのに、6000万普通にかかりますから。はい。 えー、うっかりするともっとかかっちゃいますからねまあしっかりとコントロールして安くあげようとしてもやっぱ3人育てると6000万ぐらいかかっちゃいますよだからねあ1人だったらまあ1000万ですから一部ですねだ1人だったら、まあえー、まあ基本的に自分で育ててねって話ですもう3人産んだら子育てに必要なお金は国がだ全部出しますって話ですはい <laughs> で4人目産んだらどうなるかというと私のプランだと4人目産んだらその所帯は一生、えーあのえー、っと所得税ゼロだってすごい心者ですよ4人子供産んでくれたらそのね、えー、世帯は所得税ゼロでいいです、はい、じゃあ5人目産んだらどうするかと相続税ゼロですよ <laughs> それでいいですそしたらね1人より2人2人より3人3人より4人4人より5人金持ちほど必死になって5人行くでしょういやいいんじゃないですか10人だったらなんかも,もっと別のものを作ったっていいですよええー、とにかくですねそれ出しすぎじゃないかって言うんですけど、まあ、いつも言ってますけども1人の子供が生まれてくるだけで経済効果ねだいたい3億から5億あるんですよ えーえー、ですからねもう1000万ぐらいも安いもんなんでだからた多産国債バンバン出して必ず回収できるお金なんだから、えー、回収できなかったら国債に出してどうするのって話だけども必ず回収できるお金なんだから、えー、もう安心して多産国債出せばいいだからね1人1000万で200万人生まれちゃったら20兆ですわ、えー、10年だってわずか200兆ですよ えー、あと東日本大震災の後の、えー、国,国土強靭化計画とか防波堤作るであれ400兆でしたっけいやいや防波堤もいいけどだったら危なくないところに住んでいただくことにしてですね、えー、200兆であここでねあの2000万人う生まれてくるわけですから、えー、い,い,じゃいいじゃないですか。ね まあ、そんな話、私何度もね、この番組でしましたし、そこまで一点会でもね、もうずっと前から言いつけてますけども、最初ね、何バカなこと言ってんだって感じでしたけども、最近結構多くの人が、あ、ああ、やっぱそのぐらい出さないとね、本当にね、あの、少子化止めるってなったら、そのぐらい出さなきゃ意味ないよねっていう感じで、結構賛同者増えてきて、やっぱ言い続けるといいですね。言い続けるとね、あの、少しずつね、聞いてくれる人が増えますよね。はい。ああ、もうね、 もうこれやってほしいですよだからもうほんとセンスないわいや経済支援で10万ぐらいだったらもうもうあのやらない方がマシです10万しか出せないんだったらご祝儀って言っとけばいいですクーポンじゃなくて現金で渡しなさいよのし袋に入れてねえー、そのぐらいのことしてもらいたいですよね 経済支援なんかもうね、今の政府はまあ、岸田さんもそうだけど、日本政府がもうほんと染みったれたことしかしないのよ、こういうのは。もうでも財務省がブレーキかけるわけでしょああ、もうバンバンもう国債出しなさいって言うんですよ、こんなものは。だから何にかけて何にかけないかです。ここはブレーキ踏むとこじゃないですよ。思いっきりアクセル全開ですよ、ここは。だってほらコロナでね、出産減ったんでしょここブイーンってやるとこですよ。ああ。 そうするとテンション下がるのよ。岸田さん何も分かってない。日本政府何も分かってない。本当にこれテンション下がるよね。こういうことやられると。はい。